こんにちは、ムニエルチャンネルのムニエルです。前回の動画でもお話しした通り、来週27日かな、日曜日の日に人前で DJ をさせてもらう機会をいただいたので、前回の動画ではそのためにどれを持ってこうかなっていうのをね、こうやってレコードたちをピックアップしたわけなんですけれども、ムニエルチャンネル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 、始まるよ。こういう時にどういう考えのもと DJ の人たちが曲順を考えてるのかとか、曲を選んでるのか、ちょっと僕は分かんないんで、僕なりに順番というか、まず持っているレコードたち、曲たちを分類をしていこうと思います。最初に有名で絶対みんな知ってる上がる曲、有名じゃないけど僕がめちゃくちゃかっこいいと思ってる上がる曲、静かな曲、ネタ的にフックに使える曲、これぐらいの4つぐらいに分けていこうかなと思うんですね。はい、まあそんなわけでちょっとこれ分類していこうと思います。オラ東京さ行くだ、フックになる曲、北酒場、名曲、静かな曲、地図、名曲、ゴロワーズ、名曲、いや、愛しのエリーも名曲に入れとこうかな。関白宣言、名曲、モンキーマジック、名曲、悲しい色やね、静かな曲、港の陽子、名曲、ビューティフルネーム、名曲、真夜中のドア、上がる曲、完全無欠のロックンローラー、フック、 I miss the shock、 上がる曲、一本でも人参、泳げたいやきくん、フック、名曲、名曲、上がる曲、上がる曲、名曲、上がる曲、上がる曲、静かな曲、上がる曲、クレイジーラブ、名曲、名曲、飾りじゃないのよ、名曲、ダメなメロンはフックにしたいんだけど、これとつなげて聞きたいから、これの上に置いとこう。私の彼、フック、ウェディングベル、いや、フックじゃないな、上がる曲、上がる曲、甘く危険な香り、静かな曲、ライドオンタイム、名曲、君はバラより美しい、名曲、ダンシングオールナイト、名曲、恵みの人、名曲、勝手にシンドバッド、名曲、男たちのメロディ、名曲、スピニングトーホールド、上がる曲、いや、上がる曲、上がる曲、ランウェイ、名曲。ああ、こういう感じなんですね。これで果たして合ってるのかどうかが全然わかんないんですけど、名曲の比重が非常に大きい。まあね、名曲の力はすごいですからね。名曲でしょ、静かな人たち、まあこれも例えば都会とか静かな曲としても使えるんですけどね。上がる曲たち、静かな曲たち、フック、フックがこの3枚だけか。まあいいや、
ベイビーブルー静か、学園天国名曲、バッドシティ名曲、ロングバケーション名曲系に入れておきましょうね。時間よ止まれ静かな曲、ミスターサマータイム、潔癖兄さん、夢で会えたら、名曲勢に入れておきましょう。スキンドゥレレ名曲、君に胸キュン名曲、夜恋は流星静かな曲、ラジホームミータイ有名曲じゃないけど上がる曲、吉田美奈子タウンミッドナイトドライバー、そんなの名曲、アンリ名曲、ユーミンの避暑地の出来事こっち、夏のクラクション、達郎さんここだな、石黒圭ここだな、原優子もここだ、お酒名曲しか入ってない、フラッパーも名曲しか入ってない、氷の世界は名曲、逸話真由美はここ、大橋純子ここ、竹内まりやはここに決まってんじゃん、ルージュの伝言、フォーフユーは絶対ここ、パールピアスもここ、まあユーミン続けとこっていう感じですか。こんな感じですかね。で、本来はこれ全部一枚一枚こうターンテーブルにつないで聞きながらね、曲順ああでもないこうでもないって考えるのが一番楽しいし、いいんだと思ってるんですけど、 YouTube に音源上げれないっていう大きな問題があって、それが今できないんで、まあ、この動画は今日はとりあえずこの仕分けまでかな、仕分けまでかななんて思ってるんですけどね。まあでも見てくださいよ、本当にこれは僕の持ってるレコードの中でも1軍に分類しているレコードたちからの、さらに現場に持っていくためにえりすぐったものたちです。もうね、自分の選曲センスがうんぬんとかよりも名盤がめちゃくちゃある、名盤ばっかりもう曲のパワーに頼りっきりみたいなプレイになることだと思います。曲のパワーのおかげさんみたいな、僕の選曲センスとかじゃないかもしれないですけどね、そういうところはまた追って、自分で掘って、あれしていけたらいいかななんて思うんですけれども、はい、はい、とりあえずこれ一回片付けましょう。はい、どうも、よいしょ、いやよし、でこうやってこう持っていけばね、この辺が1軍なんだなとかなんとなくわかるじゃないですか、一番後ろがフックになる曲が入ってんだなとか、これこの順番でいいと思います。というわけで、選んだレコードたちを自分の中での分類をしたというところですね。これでバッグに入れて現場に持っていけば、まあ困ることはないだろうというところなんですけれども、まあ久々に取り出したレコードとかもありますんで、やっぱりここから1週間本番までは毎日ちょっと聞き込んでですね、どのアルバムにどの曲が入ってるのかとかをちょっともう一回おさらいして、でだんだんこう曲順詰めて行かないと現場で恥ずかしい目に遭いそうだなと思ってます。まあ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 、乞うご期待って感じですね。そんなわけで本日は以上で締めさせていただいて、
また次回以降もお楽しみにしていただければというふうに思います、まあ、よろしければチャンネル登録して見ていただけると嬉しいかなと。以上、ムニエルチャンネルのムニエルでした。